十分にねもう乾いたんで、これからねちょっともう一手間加えます。よく見ていただくと分かるんですが、この、ま、肩のところだったりとか、ま、首もそうですし、またお尻のこの部分で分割してるじゃないですか。で、ここもそうなんですけど、これ隙間空いてるとなんかかっこ悪いですよね。で、これをね、埋める今、処理をしようと思います。首のこの辺の後ろとかもね、結構隙間が空いちゃってるんで、これをね、今からちょっと埋めようと思います。で、これを埋めるのは、前回の動画でも紹介しましたが、こちらのね、この、ペースト状のサーフェイサーを使います。最初はまずちょっとね、攪拌して、中の溶剤とサーフェイサーのこの養分が分解されちゃってるんで、しっかり使える状態まで攪拌しましょう。こんなもんかな。はい。でね、取る量はそんなにいっぱいいらないと思います。適量を取っていただいて、で、この隙間のところにですね、埋めていくと。ちょっと暗いかな。この隙間のところにですね、上からこう、筆を立てて、隙間に埋めるようにして、流し込んでいくと。こんな感じで、流し込んでいきます。で、かなりなんかつけちゃったなって思っても、これはね、あんまり気にしなくても大丈夫です。後で十分調整ができるので、ここはね、迷わずやってください。もう少しつけた方がいいな。ちょっとお尻の方やりますか。お尻の方も、まあ、目いっぱいこちらの方は座席座っちゃうんでわからないですから、この腰回りのあたりとかね、まあ後ろもまあ見えなくなっちゃうっちゃ見えなくなるんですけど、まあ一応ついでなんで埋めちゃいましょう。次前ですね。まあ、前は見えるところなんで一応ちょっと気をつけてやりますか。はい、こんな感じですね。で、あと首周りとですね、左腕もちょっとやっぱ若干隙間があるんで、ちょっと先こっち腕やりますか。腕が若干隙間あるんで、腕周りをいきましょう。はい。次、首ですね。首周りも結構こう隙間が、あ、でもそんなひどくはないですかね。じゃあちょっとこうやって、筆を立てるようにして、縦を隙間に入れていってあげると。はい。こんな具合ですね。でね、ちょっと半乾きぐらいになるまで、このままね、このままちょっと置いときましょう。結構乾いてきたんじゃないですかね。まあ、まだ半乾きなんですけど、この半乾きの状態で、この残ったですね、パテを、溶剤で磨いて落としてあげます。で、同じところを何度も何度も往復させるのではなくて、複数回に分けて、全体的に、何回も分けて、全体的にパテを落とすと。一箇所だけグーってやっちゃうとそこだけ極端に折っちゃうので、こうやってね、回数分けて全体的にパテを落としていきましょう。こんな感じですね。全体的にパテを落としてあげると。もう少しかな。もうちょいかな。
そうですね。結構ね、隙間に入ったパテがいい感じに中にしっかり残ってくれて、あの余分なパテはちゃんと落ちてくれるんで、うん、だいぶいい感じだと思いますよ。このね、服のシワのあたりとか入っちゃってるところは結構無駄にパテが中入って入り込んじゃってるんで、こういうのはねちょっとしっかり取ってあげた方がいいですね。あ、でも、はい、ちゃんと埋まりましたね。はい、どうですかね。しっかりと埋まったと思います。はい、しっかり埋まってますね。でこれまた完全乾燥すると結構ね、ラッカー系のパテだと引けが出てきちゃったりとかして、埋まってたところがねこう収縮してまたね線出てきちゃったりとかするんで、ちょっとね何回かちょっとまた完全乾燥した後に確認してみて、必要であればまた再度行うと、でそういった工程が必要になります。じゃあちょっとこのまま乾燥させましょう。